ゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のこと、漫画と映画を比べてみた。ということで、今回取り上げるのは、ゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のことです。新しいゾンビ漫画として人気を集めるのが、麻生ハロ先生のゾン100ですが、この人気漫画が2023年実写映画として配信されました。なので今回はゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のことの漫画と映画を比べてみたいと思います。漫画ゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のことは2018年から連載が始まった作品で、原作を麻生ハロさん、作画を高田光太郎さんが担当しています。この漫画は2018年連載開始と比較的新しい作品ですが、2023年8月時点でコミックは14巻まで発売されていて、物語は現在も続いています。で、ゾンビ作品は映画もドラマも漫画もそうですが、人気ジャンルで世界中に溢れていて、ネタ的にはかなり出尽くした感があるんですが、このゾン100は新しいゾンビ作品を模索した結果、ゾンビを楽しいものとして捉える主人公をメインにした作品になりました。なので今までの数々のゾンビ作品のようにゾンビとの戦いが中心ではなく、ゾンビがいる世界で主人公がどう楽しく生きていくのか、やりたいことを達成していくのかという物語になっています。で、その中で主人公をブラック企業に勤める入社3年目のサラリーマンという設定にして、そこにゾンビを加えながら今の時代を生きる若者の姿を描いています。で、そんなゾンビ漫画ゾン100がネットフリックスで2023年8月3日から実写映画として漫画と同名タイトルで配信が始まりました。配信は好調のようで、ネットフリックスの日本映画の週間ランキングで最初の週は2位でしたが、2週目には1位となって順位を上げていますし、非英語圏の作品としても最初の週は3位で、翌週は2位と、その面白さがどんどん広まっている作品です。で、映画の内容はというと、ブラック企業に勤める主人公アキラがある日突然ゾンビだらけになってしまった世界で、ゾンビになるまでにしたい100のことを一つずつクリアしていくというお話で、原作漫画とほとんど同じ内容になっていました。若干ゾンビになるまでにしたいことのリストの内容や、そのやりたいことを達成していく順番が違っていたり、あと漫画では入社3年目の主人公が映画では入社1年目に変更されてはいましたが、その他の設定や世界観などは原作漫画をそのまま実写映画で表現していました。まあ、ただ原作漫画は先ほども言いましたが現在14巻まで発売されていて、その内容すべてを2時間の映画で描くことは難しいので、映画は原作の1巻から3巻までの主人公がブラック企業の上司との関係を断ち切るところまでを描いています。ちなみに主人公が映画の中でやっていたやりたいことリストに書かれていることは漫画4巻に出てくる内容も含まれています。で、漫画の方はもちろんその後も物語は続いていくので、主人公に次々といろいろなことが起こりますが、映画は区切りのいいところということでブラック企業の上司との関係までが描かれていました。で、その内容は先ほど言ったようにほとんど原作漫画通りですし、画面も漫画のようになっている箇所があって、主人公がやりたいことを次々とクリアしていくシーンは漫画の小回りのような見せ方になっていました。まあ、なので映画は物語だけでなく、その見せ方もかなり原作漫画を意識している作品です。まあ、その中で唯一原作漫画と違うというか、漫画の内容を省略している点があって、まあ、それは主人公と一緒に旅をすることになる女性静香の過去で、映画の中では白石麻衣さんが演じていましたが、彼女の過去については映画ではほとんど触れられていませんでした。彼女はその登場からかっこよく、映画ではゾンビを倒す彼女の姿を見た主人公がミラ・ジョボビッチみたいだと叫んでいましたが、映画バイオハザードでミラ・ジョボビッチが演じたアリスのように強い女性として静香は登場します。で、なぜ彼女がそんなに強いのかというと、彼女は合理的で事前に生き残るためにゾンビの研究を行っていて、危機感がなく自分のやりたいことだけをやっている主人公の行動に驚きを隠せません。主人公がゾンビになるまでにしたい100のことというリストを作っているのに対して、ゾンビにならないためにすべき100のことというリストを作っているのが静香という女性です。
どこか機械的で冷たい感じがするのが静かなんですが、実は彼女がそうなってしまったのには理由があって、幼い頃から父親にずっとやりたいことではなくすべきことをしろと言われ続けてきた過去が彼女の行動に関係していました。まあ、そんな彼女だからこそブラック企業の上司にお前は俺に従うべきだと言われている主人公の気持ちが分かり、彼女の一押しが主人公と上司の対決につながっていきます。ちなみに静香は漫画ではゾンビ映画を見てゾンビの研究を行っていたんですが、彼女が見ていた映画はゾンビランド、ワールドウォー Z、28日後、ゾンビ、バタリアン、狩猟の腹渡、サンゲリアとゾンビ映画ファンにはたまらないラインナップでした。ただ映画版ではそんな静香が見ていたゾンビ映画の場面や彼女と父親の関係を描いた過去は省略されていて、映画は静香の物語よりも威圧的な上司によって人間なのにゾンビのようになってしまった主人公が仲間の支えの中で人間らしく自分の意思を取り戻していくまでに焦点を当てていました。さらに映画版は主人公と親友の関係も描いていて、映画のラストに出てくるゾンビ化したサメは漫画にも出てきますし、そのサメの倒し方も漫画と同じではあるんですが、そこに至るまでの主人公と親友の物語は映画オリジナルのもので、ゾンビの世界でサバイバルを通して主人公が成長していくだけでなく、男同士の友情を描いた青春物語にもなっているのが映画版ゾン100です。でもちろん映画は仕事を中心にしたお話なので、ラストで3人が書いたゾンビになるまでにしたいことは自分たちが本当にやりたい仕事、職業になっていて、そこが現代社会で必死に働く若者たちへのメッセージになっていたんじゃないかなと思います。ということで今回はゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のことの漫画と映画を比べてみました。ゾンビ作品の多くがゾンビはメタファーで現代社会の縮図を描いていますが、このゾン100ではブラック企業で働く若者を主人公にすることで現代の職場の環境や仕事そのものについてを描いていました。漫画の方は3巻以降もゾンビを通して現代の若者が抱えるいろんな問題が描かれていますので、映画の主人公がその後どうなったのかはぜひ漫画を読んで確かめてみてください。また途中で漫画で静香が見ていたゾンビ映画を挙げましたが、映画版ではゾンビ映画あるあるやゾンビ映画へのオマージュを感じることができる場面がいくつもありますので、他のゾンビ映画と比べながら映画版ゾン100を見てみるのも面白いと思います。ということで今回はゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のことについてのお話でした。